皆さんこんにちは。スターレイル新キャラのお時間です。ということで、星5で風の順守、飛翔が実装確定です。システム的に不遇な順守ですが、今回はどうなるのでしょうかね。声優さんは駒厚美加子さん。ちょっと前にも原神で話題になった声優さん。将軍枠のキャラクターなのですが、やはり超強いんでしょうかね。ただ、軽減が振るったり振るわなかったり不安定だったので、あんまり将軍だから強い、という先入観は良くないかも。妖精って師匠のふるさとだっけ、違ったらすいません。性能とかは、精霊高追加行動系の順守がいないから、一周回って行動順いじる系になるんですかね。ピノコニーも一段落したので撃破関連はブートヒルもいるし一旦休憩説ありそう。ということで、風順守実装ですね。先週なので事象があるのかも気になるところですね。あとは関係ないけど、復活能力持ちの敵爆増で羅刹評価復権とかワンチャンないかな。ラフは自称と復活のイメージがどうしても強い。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。